相田誠マコトは、日本の現代美術家、アーティスト。水間アート・ギャラリー所属。1965年、新潟県新潟市に生まれる。父は、社会学者で、新潟大学名誉教授の相田明。アキラ。また本人によると、母親はフェミニストであった。小さい頃は授業中に走り回るなど落ち着きがなく、今でいう典型的な ADHD だったという。 基本的に秋っぽくて、同じ絵を繰り返し描くことができないと本人が語っている。新潟県立新潟南高等学校卒業後、代々木ゼミナール造形学校を経て、1989年、東京芸術大学油絵専攻卒業、1991年、東京芸術大学大学院に終了。在学中に、小沢剛、加藤剛らと同人し、 白黒を発行。1993年、レントゲン芸術研究所で開催された、フォーチュンズパート2でデビュー。2003年には、アイダ自身の制作を追ったドキュメンタリー映画、アイダ・マコトが公開。2005年、写真、ガールズ・ドンとクライ2003の一つが、香港・クリスティーズにおいて9253ドルで落札された。 2012年11月10日には、渡辺翔吾監督による、ドキュメンタリー映画、打作の中にだけ俺がいるが公開。2013年、第8回、暗号賞受賞。現代美術家、岡田優子と2001年に、谷中墓地で式を挙げ結婚した。相田は、岡田優子の反省を描いたドキュメンタリー風、ドラマ、二つの女にも出演した。息子は、相田虎次郎。 2012年12月に森美術館で開催された古典、相田誠展天才でごめんなさいの際に性暴力に反対する市民団体が児童ポルノで性的虐待を肯定する表現として公共空間である美術館で展示することを問題視した。食用人造少女、ビーミちゃん、犬シリーズ、等身大のゴキブリの像と女性が 性行為をしている様子の写真は、性的虐待を肯定しており、女性の尊厳を傷つけていることなどを取り上げた。また、美術評論家の松岡久美子は、欧米の美術館では決して許されない、女性は弱い立場であってこそエロとして感じる男性の、見方が、背景にあるのではないかと疑問を呈した。美術館側は、我々が、 作者の業績を称えるためにも網羅するために展示する必要があったと説明した。それに対し、米国の法務研究者であるダグラス・マクレーンは、欧米では、このような女性や子供への暴力を賛美するような絵が、美術館で公開されることは、ほぼなく、国によって法律は異なるが、仮に違法でなくとも展示が避けられるのは、このような絵の展示は、 性暴力を正当化するという市民の共通の認識があるからだと森美術館の展示を厳しく批判した。一方、一部の欧米のメディアからは、間の作品は日本におけるバッドボーイ目線の象徴的芸術として受け取られている。2015年7月に東京都現代美術館で開催された子供向けの企画展大人も子供も考える。ここは誰の場所 にて、あいだけ名義で発表された作品、劇について、同館から撤去、または改変が要請されたとして、物議を醸した。市民からの一件の抗議を受けてのと、美術館側の判断であった。同館はおよそ一週間後、要請を撤回。作品は、会期中そのまま展示された。 2018年4月から6月に京都造形芸術大学東京芸術学者で開かれた前後回別々の講師が来る社会人向けヌードを通して芸術作品の見方を身につけるという公開講座を受講していた39歳の美術モデルの女性が5月15日の第3回ゲスト講師間の講義も受講したしかし女性によると 酒に酔ったような状態で現れた。間の講義は、涙を流した少女がレープされた。絵全裸の女性が排泄している。絵獅子を切断された女性が犬の格好をしている。絵 AV 女優がゴキブリとセックスしている写真などを、スクリーンに映し出すという内容で、デッサンに来たモデルを、ズリネタにしたと笑いながら述べるなど下ネタを、話し続けたが、女性は、この発言を、 プロのモデルに対する冒涜だと感じた。女性は、これが、大学の授業なのかと激しい衝撃を受け、急性ストレス障害を発症。作家の作品の是非ではなく、環境を作り出したことが問題だ。大学は、セクハラ禁止のガイドラインを設けており、公開講座を運営するにあたっても、セクハラ対策をすべき、作家の作品の是非や、セクハラ言動そのものでなく、 そうした環境を作り出したことに問題があったとして、大学側を提訴した。これに対し、間は、僕は、芸術が、落ち着いた、文化教養講座の枠に押し込められることへの抵抗を、デビュー以来大きなモチベーションとしてきた作り手だと、ツイッター上で反論した。また、女性は、男性機が露出した作品を何枚も拡大してみせる。 第5回目の高野隆主の講義に関しても自分自身が過去に露出狂に遭遇した経験を思い出すとして問題だとした。高野は講義にあたってこれから見せる作品に男性器が映ったものがあるが見たくない人は挙手すればその写真は省くと事前に通告したが誰も挙手しなかったため見せたと弁明した。女性は裁判の焦点はあくまでも 間の作品が芸術家、歪説家という視点ではなく、大学側の企画、運営責任の追求にあるとしている。女性は、第3回目の講座の際に、授業が、セクハラに当たるとして、大学側に抗議したが、大学側は措置は取らずに、第5回目の講座が行われた。大学側は、その後、謝罪文を出したが、女性は、その後、 授業への出席や美術モデルとしての出入り禁止要請や卒業生である女性がの同窓会へ出席しないよう要請されたという。大原直美による訴えにより大学側も環境型セクハラについて対策が不十分だったことをと認めたがお互い関わり合いを持つことをやめるという項目の要望が大学側からあり交渉が決裂。大学を運営する。 学校法人、うり山学園に対して、医者料など、契約333万円を求める訴訟が、起こされた。判決は2020年12月4日、東京地方裁判所にて言い渡され、一連の抗議を、セクハラと認定し、約35万円の賠償を命じた。AB、相田誠まことさんらに、ゲスト講義で、G 写真などを見せられ、 セクハラ受けた美術モデルの女性が学校法人を提訴。ハフポスト。www.huffingtonpost.jp2019 年11月6日閲覧。ab 相葉誠氏の講義で精神的な苦痛を受けた女性受講生が大学を提訴。ライブドアニュース2019年11月6日閲覧。相葉誠。 アイ誠水間アート・ギャラリー。2019年12月12日閲覧。https、t w i t t e r .com、誠コ田ステータス、119計7169兆7618億3196万4673、S イコール21自らアートアクセスのインタビュー、アート・イットのインタビューで語っている。 同じくのアートイットインタビュー、http ニュートマガジン .com、エミクサのスーパーティーンズマイナス3、東京新聞2013年1月30日版、ポルノ被害と、性暴力を考える会ホームページ東京新聞1月30日版、週刊金曜日2013年3月1日号、ウォーニング、ジーニアスアット。ワーク、ザートオブ、アイダマコト取扱い注意。 天才作業中、愛田誠のアートザージア、パシフィック・ジャーナル、ジャパン・フォーカス・ハット、愛田誠さん作品改編騒動、募る、疑問美術館、詳細語らず、朝日新聞デジタル。朝日新聞デジタル。2019年12月12日閲覧。愛田誠、東京都現代美術館による、撤去要請の経緯やカスクレームは1件だった。ハフポスト。 2019年12月12日閲覧。ゴキブリとセックスがで、吐き気大学側を提訴。アナヌーシュ。2021年9月28日閲覧。あらやエリ。あいまことしらのヌードコーダは、セクハラ大学に賠償命令。朝日新聞。h t t p s w w w a s a h i c o m a r t i c l e s エーズン四4 6 h p j n d 4チル零四 j h t m l 2 0 2 2年1月9日、閲覧。畳、クレオソート油、ラーメン、ご飯、その他食品、木工用ボンド、木材用水性防腐剤、油性ニス、外場、赤ちゃんよだれかけ、腰紐、ハンドバッグ、シリコンコーキング剤、お花紙、街のゴミ、その他、あ田だと東京城。 パビリオン東京20212021 2021年7月4日、閲覧。パビリオン東京2021で見る、相田誠、と、草間やよいらの、パビリオン。役に立たなくとも、心に残るものを。美術手帳。2021年7月4日、閲覧。相田誠、ま田誠、水間アートギャラリー。2019年12月12日、閲覧。大林財団が、 都市に対して新たな視点からの提言、研究を目的に企画して開催。ありがとうございます。